どうぞ。すみません、琉球新報の滝本と申します。3点ばかりお伺いしたいんですが、一つは、カマチョ知事はですね、以前、社民党の皆さんが行かれたときに、これ以上の海兵隊が入ることを、グアムにやってくることについては、インフラ整備も含めて、ちょっともう課題だということで、直近では無理だというような、ネガティブな反応があったかなと、あったようにちょっと記憶してるんですけども、で今お伺いした部分のカマチョ知事の反応だと、まあ、ウェルカムというか、ちょっと以前のその聞いてる話からちょっと変わってる感じがするんですが、それの変遷がどういう理由によるものなのかということを、もしご存知でしたら、その過程で終わりでしたらお伺いしたいのが1点と。2点目はですね、ただ5月末の決着を、立山政権の終わりにしたくないんだという皆さんのお気持ち、今お伺いしましたけれども、ただ、あれだけ立山総理はその5月末の決着、あるいはその沖縄に入ってですね、一部は沖縄に残るんだ、あるいは徳之島の山頂長ともお話しして、というような、もうやはり具体的にも進めておられる状況が今あると思うんですね。でそういう中で、まさに今回、皆さん行かれたようなそのグアム、テニアへの移転というものが、具体的にその辺そちらにこうシフトするというか、政府の方針は今違うと思うんですが、それをそのグアム、テニアの方向に向けていける、賞賛といいますか、そういうことをどのようにお持ちお考えなのかということと、あと3点目、最後すみません、長くなりますが、グアム協定の中で日本側の負担、費用負担がありますけれども、60.9% ですが、当然そのテニアンへの移転ということも含めて考えていくと、さらにそれより超過分ということを日本としての負担ということも考えておられるのか、やるべきなのか、向こうはまた要求されるのかなと思うんですが、その辺はいかがお考えなのか、費用負担の 増ということについて、はい、お伺いします。この3点でございますが、まずカマチョ知事の反応について、以前と違うのではないかというご指摘でございますが、カマチョ知事のその以前の反応というのは前提があるわけですね。その要するに、第三海援政軍がグアムに、8000名、家族9000名、移ってくるということに関して、グアムの自治体のインフラ整備に関してですね、全く支援がないじゃないかと、それはおかしいという趣旨で、社民党さんにはお話になられたというふうに私は理解します。で今回も結局、それは一緒なんですよ。しかし、そもそもですね、カマチョ知事も日米両国政府の問題を解決するためにグアムが貢献できるのであればですね、それは当然その住民が増えるわけですから、インフラ整備などをどうするかということについては、その日米両国政府だけで話し合うのではなくて、そのカマチョ知事自分自身にもいろいろ相談してほしいと、そしたら自分もいろいろ意見を言えるのにという趣旨でおっしゃってらっしゃってですね、その海兵隊が移住してくるということ自体に対する拒否では全くないというふうに私は感じましたし、お昼ご飯もそう10時から12時まで会合した後、お昼ご飯もご一緒させていただいたんですけれども、その時も鎌町知事はとにかくインフラ整備、民生部門にすごくお金がかかるので、そのことを自分はただ心配しているだけで、それ以外のことについての心配というかですね、とにかく日米両国政府の応援をもらって、グアムを良くしていきたいということを繰り返しおっしゃっていらっしゃいました。で、したがってこれ以上受け入れられないとかですね、嫌だというような言葉は一切なかったというふうに思います。でさらに、賞賛はあるのかという2番目のご質問でございますけれども、沖縄県民の意思は4月25日の9万人集会と5月4日の沖縄訪問並びに、徳之島島民の思いは4月18日の1万5000人集会、さらに、5月7日の徳之島山頂長と鳩山総理との会合でですね、明確に示された。
私どもは政府案なるものをまだ正式に、聞かされているわけではございませんが、マスコミ報道等によれば、沖縄辺野古修正案プラス徳之島案が政府案なのかもしれないということが、報道されているわけですけれども、それはいずれも政府案になる前にですね、民意が明確に否定していると、すなわち沖縄県内も県外も受け入れられませんということは明らかであると、であるとするならばですね、これは日本全国ですね、どこも受け入れてくれるところがありませんと、したがって、国外の可能性を総理は中山知事には難しいとおっしゃったみたいですけれども、もう一度しっかりと探るべきであるというふうに思いますし、前原大臣はこれからも沖縄や徳之島と5月以降も交渉が続くのではないかという趣旨の発言を昨日されたというふうに聞いておりますが、交渉をすべきはですね、米国政府と交渉をすべきであるというふうに思います。沖縄県並びに徳之島は民意がもう明確に示されているわけですから、米国政府とグアム、あるいは北マリアナ、テニアンというところを、そもそも米国政府も考えていらっしゃいますよねと、それが抑止力の強化につながるとおっしゃってますよねということを、まず米側としっかり確認をするということが5月末に向けて必要だと、そのための私どもは総理に、その地元の同意と、グアム北マリアナの自治体の同意というものがありますよということをですね、お伝えしたいというふうに考えております。したがって賞賛はあるのかという質問に関しては、これをどうするかは鳩山総理次第であるというふうに思います。で、グアム協定の 60.9 億ドルの政府の財政支援について、どうなのかということでございますが、これは政府が本当にこの地域とともに、アジア太平洋地域の安全保障環境を向上させていこうということであればですね、政府が自らお考えになられるべきことであろうというふうに思いますが、私ども議員側とすればですね、現状ではですよ、旧政権下における合意ではグアムにも 60.9 億ドル出しますと、辺野古にも何千億かかかりますと、それは辺野古はどういう部隊が使うのかはっきりしてませんと、これはですね、蓮舫さんに仕分け頼めばですね、一体どういうことなんですかと、多分仕分けの対象になるようなですね、税金の使い方であって、そもそも米側がグアムを考えていると、グアムに集中させるのだということであればですね、そちらを充実させるということの方が国民負担も結局は少なくて、済むのではないかというふうに、私どもとしては考えているということだけは申し上げられるというふうに思います。ありがとうございます。じゃあどうぞ。今の方に関連するんですけども、その北マリアナ知事やテニアの市長からですね、このテニアへの海兵隊駐留の条件、例えばインフラ整備ということですね、そういったやり取りというのはあったんでしょうか。私どもはそもそも繰り返してますけれども、外交権限も行政権限も持っておらないということは、北マリアナの知事もそれからベラクルーズ市長もよくよくご案内のところであるというふうに思います。その上で、もちろんそのグアム移設あるいはテニアン駐留に関してですね、追加の費用が発生をするのであればですね、それは日米両国政府で協議をしていただかなければならない
課題ですねということは先方からもお話がございましたし、私どもからもそれはそうですねということは申し上げておきました。